加熱起動線1940年の人戦寺廃寺跡に関する最初の発掘調査地。人戦寺廃寺跡、人戦寺廃寺跡の位置。人戦寺廃寺跡は、高知県高知市中人戦寺にある古代寺院跡。史跡指定はされていない。高知県中部、あたご山西方の扇場地に位置する。人戦寺廃寺の寺名は、一体の人戦寺の地名に由来するが、 本来の寺名は明らかでない。これまでに8時の発掘調査が実施されている。発掘調査では、主要仮覧の検出には至っていないが、寺院関連以を及び多量の瓦が検出されており、飛鳥時代末の7世紀末頃の創建と推定される。その後、奈良時代を通して継続し、平安時代前期頃に廃絶したとみられる。高知県内では、 飛行廃止跡と並ぶ最古級の白宝寺院であり、かつ、土佐国土佐軍では唯一の古代寺院になるとして重要視される寺院跡である。創建は不詳。発掘調査では、ガランの遺構は未検出であるが、湿度瓦、湿度土,土器の様相によれば、飛鳥時代末の7世紀末頃の創建と推定される。土佐国土佐群では唯一の古代寺院であり、 西約4キロメートルの土佐神社や土佐軍が推定地、土佐神社と共に土佐軍の政治拠点の一つと想定される。神仙寺の地名から、神仙寺という寺名の寺院とする説や、土佐軍では唯一の寺院であることから、土佐軍が関連寺院とする説、神仙寺の旗から古代氏族の旗による混流とする説などが挙げられているが、現在までにつまびらかとしない。 一帯では、吉広古墳をはじめとする、神戦寺古墳群の分布によって6世紀頃からの古代豪族の存在が認められており、こうした古代豪族が、寺院建立の背景になったと推定される。また古代の停線は南約200メートルの、あたご山付近までと推定されており、あたご山西側の入り江を港とする水運場の要衝であったとされる。なお、寺廃寺と、 同系統の河原は、大寺廃寺跡でも出土しているが、大寺廃寺跡の所在する阿川軍では、正倉院南倉大旗残決の軍事儀少領部位、旗勝国法の記述から、旗氏系の軍事が存在したと見られており、この点からも、人戦寺廃寺と旗氏との関係性が指摘される。その後、平安時代前期頃に廃絶したと推定される。中世紀、 阿波国長古雑商収録の権限2年の長郡紀東村以前音源無双休記では土州神仙寺とする記載が知られる。天正16年の長祖壁地県庁には神仙寺郷地県庁に土地の詳細が記載されている。江戸時代南路市では東国古河原出所の一つとして土佐郡神仙寺村神仙寺跡が紹介されており、江戸時代後期には 人員跡として知られていた。近代以降の変遷は次の通り、これまでの発掘調査では、地域の規模及びガラン配置は明らかでない。第1次、第2次調査で報告された、近道、行動等の意向は、第4次調査によれば、後世のものとされており、基調査範囲の東側の未調査部分に、主要ガランが存在すると想定される。主要ガランは未検出であるが、 寺院関連遺構及び多量の瓦が出土しており、おおよその時期が想定されている。発掘調査で検出された遺構群は、主軸方位が真北に近い A 群と、その他の B 群に大別される。B 群は、A 群に先行する飛鳥時代の7世紀専用、紅葉頃で、建物群、建穴遺構が認められており、寺院建立以前に、寺院建立へとつながる集落。 施設が営まれるようになったとされる。A 軍は、アスカ時代末の7世紀末頃以降で、区画工、建物群が認められており、7世紀末頃に寺院が、建立されるとともに、法威規制がなされたとみられる。河原の模葉政策技法には、阿波地方南部、佐抜地方との関係が認められるが、土佐国分寺、飛行廃寺跡との関係を積極的に示す河原は、 認められていない。廃絶時期については、出土土器の様相から平安時代前期頃と推定される。ありがとうございます。